はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はモンスターストライクをやっていきたいと思います。どんどんというわけで、あれです、月末月初の、いつもの楽しみ、超純真さえを引いていきたいと思います。ルシファーが来るまでやるっていう、私の中で決めているので、今月も恒例のやっていきたいと思います。はい、はい、ルシファーさん欲しいです。というわけで、金卵確定10連ガチャをパッと引いていきたいと思います。お願いします。今月こそ私の11月のなんか総括の感じがするよね。なんかね、いるので、いけ。確定演出はないです。でもなんか新しいの来てくれれば全然いいんだけれどね。うわ、お、お、星4ポイントいいな。あれ、これあれだ、これもスチームパンクのなんか古代のなんか強そう。あ、ブリューンヒルデさん、いらっしゃい。バルハラへと導くより、いいね。星5は出たけど、あ、ガリレオさんか、やっぱそうだよね。あれ、これはって思って、スチームバンクだって思って。よかった。炎が2体出たね。火、炎じゃないか、火が。火が2体か。おお、いいじゃない。はい、それで、まあ、後でちょっとそれは、引いたモンスターを紹介するとして、そういえば、エヴァコラもね、2人とも音曲にして進化させて完成させましたよっていう報告です。あとレイも作ったし、まあそんなわけですね。はいはい、というわけで、このブリュンヒルデさんとガリレオさんを弾いて、なんとかね、ルシファーは弾けなかったんですけど、星5が2体出たからよかったということで、11月の超純真さ終了です。次は年末12月だね。12月弾けるかな。なんか2015年のなんかね、運が、フィギュアが落ちちゃった、運が全てかかってるような気がしますが、はい、まあ12月もなんかいろいろいい、なんかね、素直な感じで、普通に頑張って一生懸命生きて、超重視祭に向けて、頑張っていきたいと思います。はい、12月もみんな頑張りましょう。はい、そんなわけで今日のコーデです。今日のコーデは、タートルネックの白い花柄のニットにスカートを履きました。はい、そんな感じでございます。はい、なんか一回転してみてみたいな、なんかコメントいただいたので回転してみました。後ろはこんな感じでも何もないから、まあでも後ろが必要な服の時は私ちゃんと後ろ向くんで、まあなんかそこら辺は臨機応変にやっていきたいなと思います。はい、まみチャンネルツイッターやってるのでよかったらフォローしてください。YouTube のコメントとチャンネル登録の方もお待ちしております。チャンネル登録していただけたら、動画を更新した時に通知が来るので、またよろしくお願いします。この間3万人、まあ、結構昔に突破してたんですけど、3万人記念枠の動画も上げたのでよかったら見てください。シャリルーンのコスプレをしてホワイトボードに落書きをしております。はい、そんなわけで今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。